けんチャンネルへようこそ。今回は矯正中の痛みとその対処法についてお話していきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。衛生士の抜き打ちチェック動画も投稿されているので、よかったらチェックしてみてください。皆さんね、矯正やったことある方もいらっしゃると思いますし、気になる方も多いと思います。実際に日本人はね、歯並びが非常に悪い方が多い。顎がちっちゃいのでどうしても並ばないことが多いんですけど、矯正をする前にですね、皆さんネガティブなイメージ、すごく先行するものとして痛み、本当によくあると思います。ネットでもよくね、矯正はすごく痛い書いてあるんですけど、矯正の痛みについてどう思いますか？歯が動くって考えたら、まあ少しは痛いのかな、思いますよね。実際の患者様でも痛いって言ってる方見ますよね。大事なのはやっぱ事前に知っとくこと。矯正は全く痛くないですっていうのは嘘なんですよ。だって歯を動かしてるので痛くないわけないんですよ。ですけど、どういうふうにして痛いのか、なぜ痛いのか、そしてどんな矯正方法だと痛くて、こっちだと痛くないとか、方法によって痛みも変わってきます。じゃあ痛くなければいいのか、痛い方がいいのか、それもね、やっぱ個人的に考え方がいろいろあるので、それについてもちょっと解説していきます。まずですね、歯列矯正っていうのは歯を動かすって皆さん思うんですけど、骨にもアプローチしてるんですよ。歯っていうのは顎の骨に支えられてます。で、歯を動かす時に顎の骨も一緒にグッと動かしてる感じなんですね。なのですごい大げさに言うと、骨触ったら痛いじゃないですか。骨折したら痛いじゃないですか。それと一緒で骨にやっぱり圧をかけるっていうのは痛いんですよ。なのでどうしても痛みは絶対伴います。矯正で歯を動かす時っていうのは、基本的に歯を動かしたい方向にまず押します。歯をマウスピースでも針金矯正でも押すんですね。そうすると押されてる側の骨はね、なくなってくるんですよ、溶けて。ですけど押されてない方は動くことによってスペースができる。そうするとそこに次は骨ができてくるんですよ。骨折したらずっと折れてるわけじゃないじゃないですか。だんだん治りますよね、固定して。それと一緒で骨はね、できてくるんですよ。なのでそれをね、ずっと繰り返してます。圧迫する側の骨って痛いんですよね。イメージするとこう骨こうって押されてると痛いので、痛いっていうの分かると思うんですけど、どうしても歯列矯正に痛みは伴います。そして針金とマウスピース、どっちが痛いと思いますか？針金。なんでですか？硬い。針金でね。もうでも本当にもうほぼ正しいですね。結論から言っちゃいますと、針金矯正の方が痛いです。それはなぜかというと、やっぱり力が強いですね。マウスピース矯正が力がすごい弱すぎる、強いわけじゃないんですけど、ワイヤー矯正の方がマウスピース矯正よりも強い力で歯を引っ張れます。ここに模型あるんですけど、こういう針金を通してグッて動かすんですけど、やっぱりどうしても針金矯正の方が、患者様の実際の声を聞くとですね、1週間ぐらいは痛かったと、硬いもの食べれませんでしたとかね。やっぱり針金矯正の方が動かす力が強い分、骨を押すんですね、強く。じゃあその分動きが早いかっていうと、やっぱりね、ワイヤー矯正の方がこうガタガタになってる歯を最初強く動かしたりとかするのは早いと思いますね。ですけど、じゃあいきなりすごい力をね、加えてやればいいじゃんってね、強ければ強いほど早く治るのか、そういうことではございません。強すぎたらダメなんですよ。これもポイントで、月に1回ね、ワイヤー矯正患者様通うんですけど、何をしてるかというと、針金のサイズを太くしてます。どんどんいきなりすんごい太い針金ね、通せないんですよ。入れようとしても歯抜けちゃいますよ。あとあんまり強く力かけすぎちゃうと、歯の神経が死んでしまうことも稀にあるので、そういうことが起きないように、まずは弱い細い針金から力かけてきます。ですけど細くても最初痛いです。なのでイメージは最初1週間ぐらい痛いです。でだんだん慣れてくる。歯がね、ある程度動くと痛みがなくなってきますので、どうしてもやっぱり痛みは伴ってくる。また針金矯正でもう一個痛いっていうのは何があると思いますか？ベロが当たって唇が切れたり。そうなんですよ。針金矯正は本当その通りで、器具が当たって痛いってことがね、起こります。歯を動かす痛みだけじゃなくて、針金の先がほっぺ刺さるとかね、装置がやっぱ唇に刺さって痛いとか、口内にできるとかね、よく聞きますよね。これ本当にあるあるで、これはもうしょうがないとしか言えないんですけど、できるだけそういうことが起きないようにですね、で何をするかっていうと、後ろにね、針金が出てるんですけど、その先っぽをカバーするような材料をつけてあげたり、針金を曲げることで、内側に曲げることで外側にほっぺに刺さらないようにしてあげたりとか、いろんな工夫をね、各病院でしてます。ですけどやっぱり最初のうちは偶発的にね、装置取れちゃったとか、針金がビューンって伸びちゃったとかね、全然起きます。そういう時は痛いです。なので痛みに関して言うと、ワイヤー矯正の方が圧倒的に多いです。じゃあマウスピース矯正は全く痛くないんですか？そんなことではございません。基本的にワイヤーよりマウスピースの方が痛みが半分とか10分の1とかいう先生もいらっしゃいますし、マウスピースの方が痛みは少ないです。なんでかっていうと、1枚のマウスピースに対して動かす歯の量が決まってます。 0.4 ミリぐらいしか動かないんですけど、動きが少ない分強く力をかけれない、その分痛みは少ない。
じゃあね、終わりがすごい遅そうってイメージあるかもしれないんですけど、そんなこともございません。これはね、先生のやり方次第です。僕はね、患者様の歯の並び方に合わせてどちらの方が早いとか説明していますので、それもね、クリニックに行って確かめるといいと思います。痛みにちょっと話戻しますけど、マウスピースもつけたて、僕実際やったことあるんで分かるんですけど、2日3日ぐらいはちょっと押される感じ、じんわり圧迫感、痛いはないけど押されてるって感じがあります。でもね、痛くてご飯食べれないってそんなことありません。ワイヤー矯正は痛くて硬いもの噛めないとかね、聞きますよね。やっぱり最初お粥食べましたとか噛めないってことが多いんですよ。ですけど、マウスピース矯正でご飯食べれなかったは基本的にないです。なので、マウスピース矯正の方が痛みに弱い方はおすすめです。なおかつ、やっぱり取り外しができる分、偶発的なね、先ほど言ったような装置が刺さるとかそういうこともないんですよ。なので、トラブルだったり痛みに関してはマウスピースの方が圧倒的に低いです。皆様の生活リズムを変えずに矯正ができるっていうのがすごくメリットだと思います。じゃあですね、よく聞かれるのが、若い人の方が歯が早く動くから痛いんですかとかね、聞かれるんですけど、あんまり年齢の差はすごい感じることあんまり普段ないですね。若い子の方が強く早く動くから痛いかなって思うこともあるんですけど、だからといって40歳以上の方の方が全く痛くないとか、そんなこと全然なくて、ワイヤー矯正は最初痛いですけど、やっぱりどんどん動いていくので、どんどん楽しくはなってくると思いますね。目に見えて動きますので、最初の2ヶ月ぐらいではだいぶ動いたっていうのを実感します。そうですよね。実際見てるとすごく患者さんも喜ばれるので、その痛みも我慢できるような方が多いです。どんどん動く、綺麗になる分モチベーションが上がるので、逆に痛くないと心配って方もね、中にはいらっしゃるんですよ。今回全然痛くなかったんですけど動いてますかとかね、慣れてくることが多いです、痛みに関しては。なので、歯並びのね、治す時の痛みっていうのはワイヤーの方が強いですけど、皆さん我慢できる方が非常に多いです。でも、どうしても痛くてね、無理ですって方は、時々マウスピースに変わることも時々あります。逆にマウスピース矯正してて痛いから、針金とかは絶対ないです。マウスピースの方が圧倒的に痛くないので、痛みだけに着眼するとマウスピースの方がいいです。じゃあですね、まあ対処法なんですけど、最初は柔らかいものを食べるのがおすすめです。硬いものね、食べちゃうと、歯が不安定なので、結構矯正中揺れてるので、その分圧迫されて痛くなったりすることが起きます。なので、硬いものは最初積極的に食べないようにしてください。慣れてきたら大丈夫だと思います。まず柔らかいものを食べるようにしてください。あとは稀にですけど、心配な方はロキソニン渡したりとか、痛み止めを出すこともありますので、本当に稀です。時々出します。でもそういう時はもう遠慮なくおっしゃってください。ワイヤー矯正だと渡すことがあるとお考えください。あとはですね、マウスピース矯正に限ったことなんですけど、交換する頻度っていうのが人によって違います。で、ここでね、1週間交換って言われてるのに、例えば3日で交換したりとかすると痛いです。歯が動ききってないのに次のマウスピースに行っちゃうと、無理やりまた動かすことになるので、めちゃめちゃ痛かったりします。あとはワイヤー矯正もできるだけ早く動かしたいから、硬い針金入れてくれとかね、すると痛いので、無理にやっぱね、最初動かさない、徐々に徐々に動かしていくことが大事なんですよ。ほんとすぐね、2日で治ればいいんですよ。3日とかね、そういうことがないです。矯正やっぱり1年2年単位の話になるので、ちょっとずつ動かしていく、これもポイントです。慌てない、急がない、そうすることで痛みはそんな軽減してきます。あとは慣れです。皆さん本当慣れてくるので、最初の本当1ヶ月ぐらいやれるかなって思う方も多いです。結構痛くてどうしたらいいですかってね、ご連絡いただくこともあります。そんなこと言ってた方が半年ぐらい経つと、もう別に何にも言ってこないです。慣れちゃうんですね。で、歯が最初は重なってたりすると動かす量が大きいので非常に痛いんですけど、だんだん綺麗になってくると微調整になってくるので痛みも減ってくるんです。動かす量が減ることによって痛みも減ってくるので、それもだんだん矯正する期間が長くなってくると痛みも減ってくるとお考えください。ということで、今回は矯正の時の痛みとその対処について話していきました。この動画が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、インスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。A クリニックデンタルでも先ほど話したワイヤー矯正とマウスピース矯正、どちらもやっていますので、気になる方はホームページの方をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。